はい、皆さんこんにちは。ギガーのジュラシックワールドへようこそ。さあ、今回は、この新しい、なんかボス来ましたね、なんか。お知らせ見てみると、これですね。ベヒーモス93。なんか新しい、新世代のボス。リスナーさんになんか、前々からなんかベヒーモスっていうボスが来るっていう風に、なんか教えてもらってたんですが、なんか全然来ないんで、なんかボスになったのかなっていう風には思ったんですが、ついに来ましたね。ベヒーモス、ちょっと今、喉が詰まりそうになった。ベヒーモス93ですね。はい。いやー、新世代のボスということなんで、ちょっと、まあ、初めてはないな。新世代のボスって言うと、ウロボロスのやつっていうやつが、いましたね。ヘビーのやつが。はい。で、今回は、サバンナ。まあ、マンモス、ね、マンモスリウム系の、なんか、ぶっとい角が生えたサイとかの、そういう系のなんか、やつですよね。はい。見た目には、こいつに似てますね。こいつに。めっちゃぶっとい角が生えてるっていうね、マンモスリウム。こいつに似てるっていうところで。で、まあ、属性は関係ないので、こうやってインドラプトルの艦隊とかでやってもいいとは思うんですが、あえて、やっぱりここはね、新世代のボスということなんで、こっちも新世代の、これサバナで雪属性。これね、スマイトとケラス。こいつかっこいいんでね、こいつの艦隊で行きたいと。思います。こんな感じで。はい。これで、まあ、実質、アタック下げれるんで、まあ、こっちの体力がやっぱ8000とか、攻撃力が、まあ、約5000ぐらいになるってことですよね。これね。はい。ということで、ゲップが出そう。やばい。行ってみましょう。おぉ。おぉ。でかいね。でかい。ボスといえばやっぱ紫の体ですよね。そして紫の稲妻。いやー、かっこいいね。おー。すんげえ。サイと言っていいのか。なんだろう。すごい、でかすぎる角。いやー、かっこいいっすね。ベヒーモス93。はーい。まあ、最初は、体力がそんなにないんで、ワンパンできそうだな、これ。はい。よし。おりゃ。おぉ。むくりと起き上がる。そして方向。おぉ。かっこいいっすね。やっぱボスはかっこいい。新ボスっていうのはまたなんか胸が躍るね。はい。これもまだワンパンいける。オッケー。おりゃ。よし。体ビリビリ。おー、これ。しかし、角が太すぎるだろ、これ。でかすぎるだろ、これ。よく支えられんなっていう。おっと、ゴーアタック。いって。後ろ足キック。いって、4000。ちょっともう、ワンパンできない体力になった。硬いっすね、すでに。これでレベル4かな。ボスレベル4。さあ、4からの、何もしてこない。ということで、まあ、一応、この辺から出待ちしてみようかな。ちょっと怖いんで。2、溜めてる。6。はい。5。6からの5。はい、後ろ足キックまた。まあ、こんな感じか。ギリギリワンパンできないっていう体力になっちゃってるからね。おし、おりゃ。角も光ってる、ピカピカと。すごいね。いやー、ベヒーモス。はい。レベル5。
5000、体力がもう5000になっちゃって、ちょっとね、ちょっと出待ち、もうちょっと出待ちしてみますか。うん。一応マックスアタックとかも見たいんでね。こいつの。はい。さあ。なんか仕掛けてこいよ。お、7来るか、7。6か。うん。それはもう見たんだ。それは見たから。新しい攻撃を見せてくれ。はい、こんな感じ。あ、いけるかな？うん。よし。超最強、地上最強のサイみたいな感じですね。うん。さーて、レベル6。さーて、一応出待ちしてみるけど。さあ、7来るか？ 6 か。おっと、やられてしまった。さあ、2体目のスマイトとケラス。7からの6やったんで、まあ、3ですよね。ガードしてない。ちょっと AI の挙動も変わってきたみたいな感じですよね。はい。さあ、レベル7。5からの4。おお。なんか、ほんとマンモスリームの攻撃に似てますね。今の突進とかも、なんかオーラがついてるような感じだしな。なんか、かっこいいね。さあ、ちょっと4はちょっとやりすぎた。4はちょっとやりすぎた。そろそろマックスアタックが見たいな、こいつの。4からは何もしてこないかな。やっぱ何もしてこないね。はい。アタックはもう494になってる。おう。何もしてこなかった。3ガード。さあ、7来るか？ 7。6。もうそれはいいんだよな。6400。とりあえず2パン、2アタックで倒せるっていう感じですね。ボスレベル9。さあ、4からはさすがにやっぱ何もしてこない。ちょっとガード多めにやってみるか。お、1ガードということは、さあ7来るか？ 7。6、6はいいんだよ、もう。もう見まくったから。7を見してくれ、7を。7を見してくれ。ほら。スマイテとケラスもかっこいいね。さあ。こっからは、やっぱ何もしてこないな、大体。ちょっと、もう攻撃仕掛けよう。ガードしても、ここでガードしてもね、しょうがないんで。出待ちしても、どうせ多分死ぬんでね。さあ、レベル10ですね。11か。11か。さあ、レベル7。レベルじゃなくて7。その攻撃はもう見たんだよな。もう散々見た。さあさあさあ、3体目、最後の、スマイテとケラス。こんな感じかな？おら。さあ、そろそろマックスアタックが見たいね。
レベル12、26はいらないよ。もう6は5とか微妙だな。うわー、やられてしまった。バトルは続く。124,000ダメージ。はい、ということで一応、まあ、記録ね、結構いい記録が出たとは思うんだけど、ただね、マックスアタックがちょっと見れてないっていうのがあるんで、もう一回ちょっと行ってみようかな。もうインドラプトルでいいかな。インドラプトル、でもね、なんか変わらないしね、正直。インドラプトルで行ったとしても、有利とか不利にもならない代わりに、このまんまのステータスなんでね、体力1万とアタックが5000ちょい。あ、もうアタックが5000ちょいっていう段階で、有利取ってる、こいつと同じなんだよね。ソメツケラスと。だから、もう一回、こいつ艦隊で行ってみましょうかね。ちょっとマックスアタックが見たい。マックスアタックが。とりあえず、マックスアタック見してって感じ。3。まあ攻撃はしてこないね。5はもう、ああ攻撃してくるか。なるほど。スーパー突進めちゃくちゃ、こんなぶっとい角で突進されたらもうひとたまりもないね、正直。一応ちょっと倒しておくか。ギリギリ。もう3アタック入れないと倒せないっていうレベルかな、正直。さあどうしよう。こんな感じでとりあえずガードして出待ち。6とかちょっとまた微妙。6は微妙だな。よし、何もしてこない。次あたりでマックスアタックとかしてほしいね。7とか。お、8来るか。これ、8来た。鼻息ブワーって出してスーパー突進ですね。やっぱ角を生かした超攻撃。いやーかっこいいっすね。いやーかっこいい、かっこいい。鼻息、やっぱサイって言えばやっぱすごい荒い鼻息っていう感じですからね。いやーかっこいいね、普通に。さあ、ボスレベル14。ボスレベル14まで来ました。とりあえずこんな感じでどうだ。あー、微妙に倒せないか。投資損ねてしまったら、かなりもう、失敗、負け確定みたいなところはあるんで、このゲームね。その辺だけ気をつけないとね、本当に。さあ、6が来たんで、まあ、こんな感じでいきましょう。あ、ていうか、体力減ったままだったわ。忘れてたわ。ワンアタックでよかったわ。まあまあ、マックスアタック見えたんでね。まあ、よかったかなと、正直。ベヒーモス。名前もすんげえいかついよね、正直。一応出待ちしてみて。6とか来るかな、やっぱ。やっぱそうか。8溜まらないとめったにマックスはやってこないような感じかな。おりゃー。
いやー、かっこいいね。こんな、もうこれこそ本当に スーパーハイブリッドっていうか、もうスーパーの上のウルトラみたいな、ウルトラハイブリッドみたいな感じで、ボス恐竜ね、出してほしいよね、なんか。プレイヤーでも使えるようにね。さあ、ここまで来たらもう出待ちしてもしょうがないと思うんで、もうマックスアタック、ぶち込みます。よーっとガードしてない。おぉ。ほら。おりゃ。よし。もうもう、死ぬ覚悟はできている。ボスレベル17。おっと、ちょうど8溜まって、最後は ?8! 8で倒される。おおうおう。おぉ、すごい突進。いやー、もう、悔いはないという感じですね。8、マックスで倒される。16万ダメージ。さっきより高いぞ。やっぱ8アタックが効いたな。うん。という感じで、今回はね、この新ボスのベヒーモス。こちらを、やってみました。いやー、本当にやっぱ新しいボスが来ると胸がやっぱ躍るものがありますね。はい。ということで、まあ皆さんもね、ぜひぜひ一挑戦して楽しんでみてください。はい。ということで、今回はこの辺で終了にしたいと思います。